と思います。この林幸次郎の人道演芸館を毎週水曜日にレギュラーで開催させていただいております。たまにお休みもあるんですけれども、3月と4月はの水曜日絶対毎週あるということなんで、また1時からと2時半からで行っておりますので、どうも末永くよろしくお願いいたします。5月も開催が決定していて、ゴールデンウィーク中は違う企画がここであるんでお休みなんですけれども、あの他の日は毎週水曜日やっぱりありますので、お願いいたします。月末には、みんなこのメンバーバラバラになるんですし、林さんと三河さんは、ちょっと泊まりがけで九州の方に行きまして、あれ福岡ですね、おなかというか、しかもこれあの台湾の方向けの観光のツアーでお出迎えウェルカムということで、土曜日に泊まりでね、いいホテル予約されたらしいですよ。決定してるんですか、はい、あ、楽しみ。いいホテルに、あのそれが2人のお仕事で、2人でついでに、ね、お墓参りして帰ってたのかなと思ったんですけど、はい、で、ね、あと桜祭り、ね、その桜祭り、そのまだね、桜の前に入ってんのかな、そう、その桜の前にね、その、 あの福岡に行ってる日に、あの別のメンバーは奈良民泊の梅祭りにね、もう一度呼んでいただいたんですよ。前に来ましたね。2月の末はあの梅林の中の違う梅が咲いて、また3月の末にもあの見頃の梅があるということで、そんでそのそうさあの声かけていただいて、奈良に行くメンバーと福岡に行くメンバーと私やもう一人のメンバーは貝塚の水間観音の春フェスタにまたこれもですね、いろんな春のイベントがあって、珍道屋も呼んでいただけるような山中に戻ってまいりましたが、あの何もない時は何もない時であって、ぎゅっと固まる時はぎゅっと固まる時、こんな感じで少しずつ戻ってまいりましたという、いろんなところに行ってきた報告もまたできたらなと思います。私がたくさん喋りましたが、みんなも時間があると思います。では第2回目、はい、第2部も頑張ってまいりたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、Thank you.
ちょっと赤くなって花粉症の鼻水もだからやっております。で今日に限って、いろいろ撮影班の方がいらっしゃいまして、動画撮影で鼻水が映らないようにひろひろ光っておりますけども、まあ、決して害はございません。知床旅情でございますけども、はい、僕はね、子供の頃よく夜のヒットスタジオとか歌番組で加藤登紀子さん、はい、それからまあ、もともと森重久彌さんが向こうでちょっと作ったそうですけど、まさかこんなにヒットするとは思わなかった。なんか聞いてるとね、まあ、歌詞は別ですけどメロディーは何かに似てませんか。何ですか。タタ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 タ一番重たい楽器でございまして、本当に細い細い彼女がその次に重たいのがこの太鼓。先頃ね、いつもやったら、まあ、ちんどん通信社って書いてでだけだったんですけど、やっぱりね、私も世の中回る時にまずお店の宣伝もあるんですけど、世の中中が平和でありますようにということも祈りながらやるといいんじゃないかと思って、それにはね、お相撲のね、行司さんが持ってる采配ね、これがいいんじゃないかと、ね、天下太平、世界平和ですよ、ね、確かにそうです、万民豊楽ね、それから千秋万歳楽というあそこも書いてますけど、まあ、こういうことお日さんとお月さんの中で、ぐるぐる地球が回っている中で平和を祈るということで、これ東西屋で背中に看板というのはね、そのスポンサーでございまして、今日はスポンサーがないわけでございます。今日は眼前の我々の目の前にいる方々がスポンサー。来る人皆福の神ということで、この福の神がいっぱいいらっしゃって、私も福の神ということで、この部屋の中本当に平和な空間でございます。はい、1回目のステージは福岡の、九州の福岡の私の子供の頃のお話を中心にしました。2回目は、この2時半からはですね、縁は因なもの、味なもの、縁というものは不思議なもんですね、で時が経ったら味なもんですよということで、今日はで普通にね、鎮堂屋で街を回ってて、知らない人ばっかりなんです。ところが知らない人だ だと思って回ってると全然面白くない。あ、この人はひょっとして僕と関係があるんじゃないかとか、遠い先祖まで辿ったらね、それとかひょっとしたら知り合いの知り合いの知り合いの知り合いがわからないとか思って、大切に出会った人のことをみんな大切に思ってやってるとまた面白いということで、縁は因なもの味なものとしてもうまるでね、なんかの文化公演みたいですなんでもう私4月からね、嘘から出た誠とか本当にね、京都市立芸術大学の特別非常勤講師するんですよ。週に1回教えに行って半年教えたら、その学んだ教室の生徒に ABC ってつけなかった。一大事ですよ。もうだから一人も学生来ない場合もあって選択授業やから。でも噂を広めなきゃ、あの先生の授業を取ったら全員 A をもらえる。そうそういうことも一人も来なかったらね、結局休みになるからね。でも一応ね、一人は来ることになって知り合いの知り合いが受講するって言ってましたけど、なんせ長唄とかね、いろいろもう日本の邦楽の方をいろいろ学んでる学生たちにこの鎮堂のことを教えるんですから、まあ本当に昔は考えられないことでございます。まあ今日はそういう京都市立芸術大学の非常勤講師を務める私の前で本来なら入学金も高いところだと、というふうに思ったらありがたみが出るわけです。それでは、いつものように、鎮堂屋さんの伴奏で歌う世界でただ一人の歌手、青木美香子さんでございます。春らしいお召し物でございまして、今日はこの間もね、
ね、ネックレスをね、ちょっと注目しましたけど、今日は普通のネックレスですか？今日は、はい、普通なんですけれども、普通だってね、真ん中にバラの花がついてますので、イヤリングも花びらの形ので話してきました。イヤリング落ちやさっきもね、エレベーターの中で押しましたけど、耳がね、小さくてすごく薄いので普通のイヤリングよく落ちるんですよ。はい、もし何かキラキラしたものが落ちてた、ら青木さんが落としてみてください。後ろで届けてではま参りましょう。最初はね、はい、この地球のことを歌う。そうですね、世界平和を。世界平和とね、はい、私のね、次男、じゃ長男や、長男今北アフリカに行って、北アフリカって言いますよね、チェニジア、チェニジアに行って地球環境問題に取り組んでるという、お父さんが沈黙や息子向こうでちゃんと国の機関の方で働いてるというね、ことそれを思いを込めまして、はい、瑠璃色の地球。Bye.
週の土曜日18日の日に、はい、道頓堀の昔の中座があったところに、ザザ中座というビルがあって、入り口に食い倒れの人形が太鼓叩いているところがある。そこの上の方の階で、はい、カラオケレインボーというところで、うん、青木さん、いつもね、お客様方が青木さんの歌を聴いてるけど、たまにはね、お客さんの歌を聴こうじゃないか、はい、青木さんがずっと聴き続けるという会話、一体お客さんどんな歌を好んで歌ってもらえるのか、ね、題しまして、青木美香子の歌謡曲交流会というのを、はい、やります、昼の2時から5時まで。これはもう別にお店の料金だけですから、はい、土曜日はちょっと高いんですけど、一応フリードリンクとアイスクリーム食べ放題がついて、ね、1500円で、青木さんの前で歌を歌いまくれると、はい、最初と最後だけ青木さん歌いますけど、あとはお客様の歌を、はい、まあね、コーヒーでもジュースでも、そうですね、ビール欲しい人は自分で勝手に別料金払ってくださいということでございます、はい、まあ今のところね、参加者がね、今3名ですか今6名、6名、このくらいの部屋ですよ、ビップルームですから、パーティールーム、このくらいの部屋でステージがあって、はい、なかなかそんなとこ使えないんですよ、はい、でそこで今あんまり人数多いとみんな歌う回数が減るからね、1人3曲ぐらいはね歌っていただいて、4曲5曲歌ってもらったから、ね、あとね6、7年は大丈夫です、ね、よかった、また後で青木さんに言ってください、はい、はい、ということで今日もよろしく、青木美香子さんです、カラオケということで思い出しました。最近ね、京阪電車の古川橋というところがあるんですけど、そこからちょっと歩いて、もう近いですよ、歩いて歩いてもう15分ぐらいのところですけど、そこでね、カラオケのお店でね、カラオケおかげさまという名前でね、もうまあ3年前ですかね、オープンの時に呼ばれまして、その時はね、飲み放題で、飲み放題付きで1000円食べるものもついてきます、で歌い放題ですっていうね、安いでしょ、ビール2杯飲んだら元取りますよ、でそれはオープンで、この間5周年ということで、なんか知らんけどね、なぜ5周年になってかなってるかというと、まあ後で言いますけど、そのお店で、それが不思議な縁というのはね、なんと私がこの商売に入った40何年前に、あるホテルのパーティーで、余興でね、会社のパーティーかなんかで鎮座屋さんも出て、でそのカラオケのお店をやってるママさんっていうのは、その時女子高生だったんですよ。女子高生ですけど、オールディーズバンドに頼まれて、ダンサーとしてこういうフリフリの水玉のスカート履いてツイストとかロックンロールを踊るね、ポニーテールにして、でその女子高生だったんですけど、僕の姿を見て憧れたそうなんです。もしも私がなんか花屋さんとか喫茶店とかそういうお店をするときは鎮座屋さんを呼ぼうと心に決めてから40年です。でついに念願がかなって自分のカラオケの、まあ、お店を作って、ほんで呼んでいただいて、もう開店の日はもう涙涙、まあ、3年前に行きました。一番コロナの真っ最中、誰もそんな時に店を開店する人いない。でもママはね、もうこんなコロナなんかすぐに開けるから言って、それから3年間開けなかったでもそのバイタリティですよ、続けられて、もう鎮座屋さんが街回る店を出発する時にもう手を合わせて祈られてた。それを見て、あ、いよいよ僕意を強くしてこういうものをやっぱつけなあかんなと思ったんですね。そのお店だけやなく、その地域全体の平和を願ってと思ってね、まあ最近ね、いろいろね、幸福について科学する団体がね、いろいろあるんですよ。私もね、こう平和について科学するんだということでございますけれども、なんでこれ5周年って言ったら、その古川橋で立ち飲みをやってたお父さんと、私と似たような年なんです、はい、でカラオケをやろうとするお姉さんと、もう合体してやろうということで、はいはい、で合体してやって、だからなんか知らんけど5周年ってなってるんですけど、だから料理がものすごく美味しいです、板前さん、僕と同じ年ぐらいですけど、ほんで話を聞きますと、その人はなんと九州の博多出身だったんです。ほんで
お店の宣伝するだけじゃなくて、何かしら店の中でサンバスを踊ってくれとか、この間もまずは店の中で30分ショーをやって、それから回ってくれ、で途中でまた戻ってきてショーをやって、いうようなことでやるんですけど、苦し紛れに博多の祝いメディターをやって、それを聞いたら、実はわしも福岡やってことになってる。で、それからもう、祝いめでたの赤松様よって、これ私が歌うのが恒例になって、多分ね毎年呼ばれてる。でもまあそうやって40何年前のちょっとした縁がこうやってつながるし、行ったら歌で福岡ということで、そのこの間行った5周年の時にはまた福岡からもね、博多からもお客さん来てた、わざわざお友達はね、素晴らしいことでございます。だから本当に、今日出会った人が縁ができて、それが10年、20年、30年、40年後になんか身を結ぶってことあるか、あるんです、ね、僕は死んでるかもしれんけど、うんちゃんまだ縁があるからね、いうことでございます。はい、それではお次は、お歌の方はね、ムードたっぷりにラテンナンバーで、ベサメムーチョ。Bésame, bésame mucho, morirkuchizuke o kawasu tabi ni, bésame, bésame mucho.流れる調べどんなに雨が降っても風が吹き荒れてももう一度ただもう一度燃ゆる口づけをベサメベサメムチョ私のすべてはあなたなのよベサメThank you.
アノとかドラムとかベースが入って歌う時もあれば、こういう先生がいたりもあるし、なかなか感触がいろいろ楽しめるんじゃないかと思います、ね、そうですね、はい、7月の方にこのアート館でね、下のアート館で7月にやるコンサートは、はい、ピアノとベースとドラムと、それから今回はニコというね、はい、日本でもう第一人者の、はい、第一人者になった、もともとうちで、ね、中心さん中心の、はい、ニコという楽器の第一人者になったんです、はい、大先生ですね、先ほどももうすでにね、チケットをお買い上げに、はい、買っていただきまして、またちらっと見とってください、はい、そのうちね、新しいアルバム記念ライブでもございます、はい、またものすごく音響と照明がいいですからね、そうですね、はい、楽しめると思います、はい、よろしくお願いします、はい、青木美香子さんでございました、ありがとうございます、はい、まあこの長いことをやっておりますとね、さっき言った、ニコの演奏家になった、それはもともとは大阪芸大の、ね、はい、音響工学の学生だったうちの方へちょっと興味持ってきて、その後何年間かうちで仕事を連れて行ったりいろいろしてるうち、まだニコなんか全く弾けなかったんです。それがどん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 と卒業してからいなくなっていって、今では第一人者で、あ、先生ですもんね。今ではもうなんとテレビの CM のキャラクターになってます。あっちの播州方面、兵庫方面のね、総裁場で、何の姿かな。石屋さん。石屋さんか。石屋さん何かかな。中山関亮ですね。中山関亮さんの。一族、中山関亮の会長さんが大スポンサーでついて、羨ましい限りです。そんな方もいらっしゃいます。もう一人はね、今からもう40何年前にちらっと、和歌山の方で南方熊楠という大学者がいまして、田辺の方なんですけど、田辺の方でイベントが南方熊楠さんを偲ぶイベントがあって、アートパフォーマンスも含めてね、作家の中山なったかさんも来たりね、和歌山出身の、そのイベントの時に急遽借り出されて軽自動車運転して僕らを連れて行った男っていうのが、その時はまだプー太郎だったんですけど、もうそれからいろいろあって、今は天満橋のたもとの方でアンティークショップ、めちゃめちゃ高いアンティークショップやってる、僕ら一般人が買うようなものじゃなくて、いわゆる業務用ですね、喫茶店とかホテルとかそういうところで高級なヨーロッパのアンティーク、でその彼がですね、今エロになってるんですけども、知り合いのパーティーがあって、それ還暦と喜寿のお祝いのパーティーが、それにぜひと もう林くんたちを呼びたいんやとか言ってね、でその人も知らないんですよ、なんか DJ をやって有名な方ということで、吉地さんというのとね、エリさん、エリさんが70歳で吉地さんが60歳でも、全然 DJ って何のことかわからないし、なんかレコード回すかなんか知らないし、でもぜひとも呼びたいって、ね、仲介してね、もう林さん、陳道屋呼んだらいいと言ってくれてたんやけど、向こうにしたら別に来てもらってもいいけど、派手にやってとか言って、そんなギャラは払われへんでとか言ってね、で、仲介して、その子もね、悩んどったけど、まあ、僕はお祝いごてから行こうじゃないかと言って、梅田の方で、ライブハウスみたいなとこ借りてね、で、結局ね、ステージでまた20分ぐらいやったりとかしたんです。で、ついて音響チェックしてるときに、パッとね、話しかけられた、その吉地さんっていうね、還暦になった人、林さん、ひょっとしてね、今から40何年前に、梅田の第3ビルの地下2階にある、地下1階や、地下1階で、うどん、立ち食いうどんの、店があってね、つるつるあん、つるとんたんは高級なとこやけど、つるつるあんという立ち食いうどんによう来てはったでしょ、あの時僕あそこでバイトしてたんですよ僕はね、第3ビルの地下1階にあるノーパン喫茶っていうのがあって、そのプラカードをね1階で持って、ピエロの格好をして、昼の1時から夜の8時までもう暑い夏でも感じる、いやー長かった、暑くて、で途中でね、ビルの中に入ったら涼しいから、立ち食いうどんざるそば食べに行ってたんです、
で、その時にその岩知事さんというのはバイトしてました。衣装のままで言ってるのは記憶がある。僕は彼の方は記憶がない。もう一人、なぜその立ち湯うどんに行ってたかというと、その吉井さんと別に、髪の毛が長くてね、ものちょっとあの肌がちょっと、その頃生えてたちょっと褐色のね、大昔で言うと何ですか、アグネスラムでもあるし、それから歌の方で言うと、ね、そういう美人の女性が立ち湯うどんでバイトで入ってて、それも目当てで立ち湯うどんで、でもまあ吉井さんいたのことは間違いなくて、それであこういう縁があるんだなって、結局仲介してくれた人間はそのこと全然知らないんだけど、結局 なんで俺ここのパーティーにどこを推薦しよう推薦しようと思ったかといったら、そういう引力も働いてたんじゃないかなという、まあ、引き寄せのことを感じたりするわけでございまして、面白いですね、ギャラはないって言ったけど後でくれるそうですよ。後でね、あのその日の収支を計算して、でそのパーティーにメインゲストが有価団の、ね、元有価団の木村さん、木村さんがメインで出る、木村さんとのまた長い長い縁の話をこのまた次の回でさせていただきますけど、その前に、フミカの踊りでございます。
木村さんね、今もうメンバー、亡くなられたりして一人でやる場合が多いんでございますけども、その木村さんのね、有華壇さんのマネージャー、最初の方のマネージャーっていうのが玉井さんという人で、それがね、うちの最初の妻の独身時代住んでたアパートがあるんです。それが玉井荘というアパートで、大和川の近くでね、その玉井荘のアパートの大家の息子が玉井くん、玉井くんが有華さんのマネージャーで長いことやっておりました。奥村秀丸さんとかの事務所の時にね。でその後また変わったんですけども、新しいレコード会社に入ったとか言って、ほとんどもう有華さんっていうのは大学高校の頃からよく聞いて、わすごい 大スターだなと思って、尊敬してたんですけども、新しいレコード会社に変わる時のプロモーションビデオを撮る、日比谷の東京の日比谷野外音楽堂でコンサートをね、有華壇さんがやる時に、記念だからということで千鳥屋をねオープニングで呼ぼうという、本当に大阪から我々行ったんでは予算がちょっとあれだから、東京の千鳥屋さん、ちょうどね東京の長谷川宣伝車、長谷川高田宣伝車のお二人と大熊さん、クラリネット大熊さんと、ほんで僕がラッパと、私の初代のマリコさんと、それで日比谷の野外音楽堂のこのすり鉢の上がガーッと降りてきて、舞台へ着いたら高架コンサート始まる、やりました。だからその時ね、大熊さんのねやってる米洗いと僕の米洗いのキーが違ってねそれ最後の終わりかけで、これひょっとしてキーが違うんちゃう言うてね、だからプロモーションビデオ今でもあるんですけども、ずっとキーが違うままね2人で弾いてるというね、ありましたけども、まあその時の新しい副社長マネージャーが中村さんと言って、その人が九州の博多の出身で、それもあって僕らを呼んでくれたということもありまして、僕をね、非常に縁を感じたわけでございます。それでは、シーダで、こんなことが生まれて初めてです。増えた。まあ、その、ね、住んでるもの言うのは、なんや住
見えないけど天井をポトポトとたまに走っていって、それは幽霊のようなもんですか、うん、それでね、たまにね、チューと鳴くんでございます。あ、チューという、それは幽霊じゃなしに、はい、ネズミさんでございます。ネズミか、どうりで私のおやつをかじり腐るわけや。そうやった、気をつけながらね、ネズミさんで、まあでもネズミというものはね、うん、子孫繁栄、五穀豊穣の象徴とも言われておりますし、そうですね、ネズミさんがいるから、あのディズニーランドのミッキーマウスでよう金儲けたんです。なるほど、そういうわけでございますかね。七福神の大黒天の使いのものやというのもありますし、ネズミがうちにおるというのはなんか福が来たということなんちゃうかな。まあ、あんただけはね、ネズミが出たりって福が来たりって喜んでる、はい、喜んでおります、はい。まあね、本日はそういうね、もう繁盛繁栄を願いましての、はい、中回し問答というものをさせていただきます。中回し問答、これも一つの尽くし問ですね。はい、はい、中回し問答、ネズミ一匹とかけまして、ネズミ一匹とかけて、はい、西洋の腰掛けともらいます。西洋の腰掛け、それは、はい、例えば何ですか。一中。一中かい。こんなに細かい。はい、中回し問答、はい、わかりました。次行きましょう。はい、次はネズミ二匹とかけまして、はい、塗ったらツヤが出るものともらいます。え、塗ったらツヤが出るもの、はい、それは何ですか。日中。日中、なるほど、この調子でいきます。行きましょう。ネズミでございます。手短にどんどん行きましょう。ネズミ3匹とかけまして、え、3匹とかけて、はい、ハイキングへ行くところともらいます。ハイキングへ行くところ、はい、この心は、山中、山中、山の中でございます。あ、山の中のこと山中と言います。はい、まだまだ行きますよ。ネズミ4匹とかけまして、はい、冬に食べたい牛肉のおつゆともらいます。え、冬に食べたい牛肉のおつゆ、はい、その心は、シチュー。シチュー。シチュー。だんだんとお客さんの頭がとろけていた。シチューみたいにとろけていた。まだまだ。さあ、次行きましょう。ネズミ5匹とかけまして、はい、呼ばれた時に言う言葉ともらいます。呼ばれた時に言う言葉、ごっちゅうさん、怒られた時にごっちゅうさん、なるほど。1匹とか5匹とかそんな言うからんとも、一気に100匹に行こうと思います。100匹、100匹のネズミさんいますから、はい、100匹と向けまして、はい、なんやしらん風の引き始めともらいます。風の引き始め、はい、パクちゃん、パクちゃん、パクちゃん、なかなかうまいこと言いますが、こんな日本語ばっかりがいけませんよ。でも日本だけじゃなくて海外も行かなあかんよ。海外にも行かなあかん。あんた今日の曜日を英語で言うたら何かわかりますか。今日の曜日、水曜日、水曜日のことはチューズデー。チューズデーでございますやろ。もうこれでね、あ、これがネズミのチューズデー。水曜日、水曜日ですか。え、そうやったかな。違います。マンデー、サーズデー、ちょっとあかん、なかなか水曜日が英語で難しいもんでございます。ちょっと間違えてるんじゃないですか。あかんはちょっと間違ってます、うん、ね、これ私もう昨日は寝ないで朝までかかって考えてきたもんでございます。朝までかかって考えた、はい、昨夜はネズミ考えたってことですか。ネズミ考えた。それでこの程度かい。はい、公演の最中に失礼いたしまっちゅ。公演の最中に失礼いたしまっちゅ。まあ、いい感じにしてやな、はい、これはお詫びを申し上げます。和気町というと、和気の清丸に縁がある、あそこの藤祭りっていうね、藤の花のお祭りに呼ばれる、はい、それもね、はい、あの呼ぼうって、青木さんを呼ぼうと思ってた仲介をしてくれる人がいたんですが、その人が亡くなったの。ああ、この話もなくなったかと思ったら、
まあ、全然別のところからまた呼ばれてね、これもその亡くなったその人がその人を通じてくる、びっくりしました。本当にあのなんていうんですか、心霊体験でございます。和気町のこともございます。それでは、まずはね、これから咲いてほしい桜でございます。Thank you.